僕のそのメイクっていうのは実はコミュニケーションの一つになると思ったんですよ。これ何かというと男性も女性に対するメイクを見ると変化が起こるんです。これ分かるんですよ。もうだから眉一つ変わった時、あ、ちょっと心理的には不安になってるなとか眉があるなとか、もうそれぐらい、その逆を返せば眉をシャキッとしとったら眉がなくなるんですよ。もうそれぐらい強いんです、顔っていうのは。ブログでも書いてます、あなたのお顔は宇宙ですよって言うんですよ。小宇宙なんです、まあ、いわゆる顔は宇宙なんです。でその宇宙のエネルギーをもらうためにはあなたの顔にご褒美を与えていくエネルギーを持っていかないと、変に自然のエネルギーとか宇宙のエネルギーが入ってない人っていうのは弾かれるんですよ。これ見てると分かるんですけど、だからお金があるない別としてやってることが自然の宇宙のエネルギーにずっとそういうような顔を作っていって、人とご縁をつないでいく人は必ず結果出ていってるんですよ。その逆をいくと今へいいけど、どん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 知らん間にスーッと人が引かれてるっていう、そんなんもいっぱい見てきてるんですね。だからお顔を作るということは単なるコスメティックな流行を追うようなことではないということ。だから僕は KYC ヒデとして今活動してるんです。だから今日来られた方はちょっとこうね、2歳3歳若くなったらいいなって、それも分かりますよ、気持ち分かりますよ。でもそんな軽々しいもんでないんです、顔っていうのは。もう脳と一体してますからね。だから顔に気持ちいいことしてたら脳活性するの分かります、リラクゼーションするとか、エステ行ったら気持ちいいでしょ、顔触られたらすごくなんか包まれてる感あるでしょ、これ分かりますよね。これね、表裏一体なんです。だから脳と顔を大事にするってことは、顔を大事にしてる人は脳活性しやすい、逆に顔をなんか今日シワできて嫌や、今日はなんか暗い顔してるって自分で自分の顔にそういう風な、まあなんて歪んだことを、ネガティブなことを言ってると、ほんまにその通りに脳がなって言ってるんで、それを気をつけてほしい。かわいいね、自分で言うんですよ、自分で鏡で、かわいいねっていいねって、でそのメイクをこれからやっていくと思うんだけど、どんなメイクが仮に下手であっても顔は慈しんで微笑んで自分の顔に、ね、イエスをイエスって言う、もうそれだけ。これがメイクの僕の言ってるノリです。はい、終わります今日は。